2022-23 ヨギボー WE リーグ第14節マイナビ仙台レディース対三菱重工浦和レッズレディース5位と首位の一戦です。味の素フィールド西ヶ丘でのマイナビ仙台のホームゲームです。まずは22分浦和塩越打っていきました。松本のセーブ、菅沢、最後は清家が流し込みました。浦和が先制です。相手のミスを見逃さずにしっかりと奪い切って、そこから最後ね、清家選手の素晴らしい見事なゴール、本当にね、まあ、こういったチャンスでしっかりとものにできるというのは非常に大きいですよね。39分です。浦和、清家が奪って直本、中央で受けて右足のシュート、浦和追加点。直本が見事なミドルレンジのシュートを決めていきました。はい、ここもね、狙いを持った守備からしっかりとボールをつないで、このミドルレンジからのシュートですから、非常に素晴らしかったですね。直本2試合ぶり3ゴール目となりました。45分です。マイナビ仙台、コーナーキック、館がヘディングで決めました。1点返したマイナビ仙台。島選手のキックの質、まあ、そこに、ね、飛び込んでいった館選手も素晴らしかったですね。ファーサイド、館が頭で決めて1点返します。1対2で後半折り返します。48分です。マイナビ仙台、松久保、そして館の右足、股を抜いたシュートとなりました。ただゴールキーパー福田の正面でした。56分浦和です。ここ抜け出した直本、ドリブルで持ち上がります。左足のシュート、松本のセーブです。今日フルス対戦の松本、一つセーブを見せました。60分マイナビ仙台、佐々木梨央から松久保、いやお互いの、ね、狙いがバッチリとあった、本当に狙い通りの形でしたけれどもね、惜しかったと思います。87分です。浦和、途中交代の西尾、国武戻って競り合い、ここはナイスディフェンスでした国武。89分です。宮沢からの縦パス、松久保、ここもね、もう決まったかなという瞬間ありましたけれどもね、最後の最後、安藤選手の守備素晴らしかったと思います。マイナビ仙台対浦和のゲームは1対2で浦和が勝利しました。